ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、そしてミスターアイムさん、本日もお疲れ様でございます。かなりね、体の方動くようになってきたと思いますけども、この辺でですね、ちょっとミスターアイムさんにお尋ねしたいことがあるんですよ。100キロを超えた体でですね、どうして今マッチョになりたいと思ったんでしょうか。この辺のね、情熱とか思いとかね、まあ、マインドセットってものを教えていただければと思います。例えば映画で見たシルベスター・スタローンの肉体がかっこいいなと思ったからちょっと目指してみたいとか、健康のために肥満を抑制したいとかね、いろんなことがあると思います。もしかしたら大好きなあの子に告白したいみたいなことがあるかもしれません。そういったことをちょっと入れてみると、応援してくださる方がね、声をかけてくれるんじゃないかなと思います。もちろん私も声をかけたいですしね、その辺をちょっとね聞ければ嬉しいなと思いますよね。そしてもう一つね、これは自分を見つめ直すという意味で、ちょっと勇気がいることかもしれませんけども、どうして今みたいな体型になっちゃったのかってことを、まあ振り返ってね、これじゃないかな、あれじゃないかな、あの時これをやってればよかったんじゃないかな、あの時これをやってしまったからじゃないかなっていうふうに、なんかね、振り返ってみるっていう動画もいいんじゃないかなと思うんですよ。まあご検討していただいて、動画作成の一助にしていただければ幸いでございます。それでは次回も楽しみにします。